なるほど。大体の機能と武装は分かりました。で、肝心の実動データは？はい、そちらの方はまだ。本日は A7 までになります。ないとおっしゃるので？はい、近々に模擬体を使って実動試験に移る予定ですが、何分システムが不安定で。それは言い訳でしょう。あなた、宇月主任、あなた方は一体何のためにこの船に乗っているのか、そこのところをよく考えていただきたい。一連の装備が刷新されたとはいえ、急遽編成された艦隊だ。エイグスこそ配備されてはいるが、その対となるべき略式観測機の配備は遅れている。このような状況下で万が一奴らに襲われたらどうなるか、それは説明するまでもないでしょう。そのためにコスモスが配備された。違いますか？はい。いいですか、一旦軍艦に乗ったらそこは研究室ではない戦場なのです。その戦場で先兵たるコスモスが未だ起き上がりすらしないというのはどういうことですか。寝たきりの兵器に存在意義はない。兵器は稼働してこそ意義あるものとなるのです。そこのところ予算か中佐、我々が急遽編成された艦隊なのと同様、彼らもまた急遽開発せざるを得ない状況なんだ。それに実動試験まであと一つ。何よりそんなものを動かさずにこの作戦が終了できれば、それに越したことはない。違うかね？それはそうですが艦長、自分はですね。誰だこんな時に。どうかしたのか？いえ、緊急の要件が。失礼します。どうしたというんだ。さあ、まあよかろう。では宇月主任も本日はこれで、また何か進展があったら報告してくれたまえ。ご期待に添えなくて申し訳ありません。何、謝ることはないよ。使う側の我々にとって最も大切なのは、それが信頼できるシステムであるということだ。こういうことはせいても仕方ない。焦らずじっくりで構わんよ。どうせ金子を出すのは政府だしな。ご苦労だったね。今日はもう休みたまえ。
機械に犠牲者が出たことについては弁明の余地はありません。ですが我々も些末な事象などどうでもよい。問題なのはゾハルに人が直接接触し消えたこと、そしてその後何の処置も施さず通常空間に晒した状態で移送していることだ。おかげで計画を2フェーズ繰り上げればならなくなった。ゾハルを政府に渡すわけにはいかんからな。ツーフェイズもですか？なぜそのような。こちらの EPR レーダーが UMN の局所変異を捉えた。コラムを跳躍する形で貴様の艦隊に接近している。接触予測時間は5時間と22分後だ。まさか奴らが。だから失態だと言った。1時間前に増援艦隊を差し向けた。それまでの間何としても持たせろ。間に合うのですか？持たせろと言っている。状況によっては単体でハイパースペースに送り込んでも構わん。幸いにして貴様の艦には例の兵器が搭載されている。ベクターの目的は分からんが、この際だ。利用できるものなら。お言葉ですが、あれはまだ実動試験にさえ移っていないのです。危険すぎます。あれの力は貴様が一番よく知っているだろう。多少不安定でも構わん。急がせろ。ですが。以上だ。
お待ちください、司令。マーグリス司令。だから今の仕事が一段落つくまで無理だって、この前も言ったでしょ。お前ね、そう言い続けてもう2年も顔見せてないじゃないですか。せめて両親の法事の時ぐらいは帰省しなさい。それめってものでしょ。法事って、ちょっと兄さん、そんな超古代の風習なんて復活させないでよ。あ、さてはまた何か変な本読んだわね。もう処置もほどほどにしとかないと、今期逃しても知らないからね。余計なお世話です。人様の主義には干渉しない。何度言わせるんですか。何が主義よ。兄さんの場合は単なる趣味じゃない。嫌よ私、将来年取って身寄りがなくなった偏屈兄貴を引き取るのなんて。何を言ってるんですか、失礼な。そんなことよりいいですね、今年こそは必ず帰ってくるんですよ。でないと。はいはい、そのうち休暇が取れたらね。じゃね、切るわよ。ほら、お前はまたそうやって適当にはぐらかそうとし、もしもし、もしもし。もう少しは私の気持ちも察してよ。
すみなさい。なんだ、みんなまだいたのか。ああ、お疲れ様です。今日の異常原因の特定とか、まあいろいろですよ。副主任こそ。さっきアンドリュー中佐に捕まっちゃってさ。そいつは災難でしたね。粘着質だから、あの人。学生気分で気楽なものだとか、ベクターじゃガールスカウトが指揮取ってるのかとか、もう散々だよ。なんか悔しいですね。だろ、主任だけに貧乏くじ引かせとくわけにはいかないからな。しかし妙に焦ってる風だったのが気になるな。抜けます。よし、ゲートジャンプの準備に入ってくれ。了解。全艦アプローチに入ります。コラム有効範囲まで19分30秒です。 UMN パルス受信しました。現座標固定、転移ベクトル修正103、目標アセンズコラム。艦長、警戒信号が。まさか奴らか。いえ、探知システムは平静を保ったままです。おい、そっちはどうだ。こっちも同じです。エラーじゃないんですか。いや、そうじゃない。こいつはどうなっている。本艦外機を対象とした警戒信号ではないようです。ならばどこから。サーチします。異常源特定できました。本艦内第三区画。
バカな。おい、一体どうなってる。わかりません。あまりに突然すぎて、現在確認作業中です。コスモス、警戒態勢レベル1、ビンディング解除。くそ、勝手に立ち上げを始めたぞ。こちらでもカウントダウン入りました。どういうことなんだ。なんで急に。何事だ。前方空間に大規模な空間歪曲を探知、大質量体がゲートアウトしてきます。バカな、まだコラム有効領域の外だぞ。そんなはずは。 UMN のジオデシック構造体が強制置換されています。対象は何らかの方法を使って UMN に干渉している模様。ハッキングだとでも言うのか。まさか。重力偏差甚大です。時空間に不連続面が発生しています。バカな、ロジック的には非科学なんだぞ。資料算出中、出力の位置なしです。数値が出ません。質量極めてたい。箱が…これじゃまるで津波じゃないか。そうだ、通常空間に実力します。艦長、艦長、クソめ、キラス、やはりグノーシスか。グレーじゃ死なねえとは言え。
生身で応戦か、勇ましくって涙出てくるぞ。せいぜい盾代わりにでもさせてもらうか。
められないのか。無理です、生が受け付けません。コスモス、自立モードで起動しています。ちょっと待ってくれ、自立モードは例の一件以来凍結していたはずじゃなかったのか。主任の端末がないと解除できないはずだ。クソ、なんだってこんな時に。まさかグノーシスに反応。おい、主任はこちらに向かっているはずなんですが、 UNP の通常体が副騒を起こしていて連絡取れません。非常体は今呼び出してます。
We'll be right back.
た。危ないじゃないですか。弾が当たったらどうするんです。どうするんですじゃねえ。だからと紛らってこっちゃって苦悩しかと思ったじゃねえか。私だっていろいろ大変なんです。なのに途中でクノーシスに襲われて道わかんなくなっちゃって、こんな時に無理言わないでください。ふざけるな。この船はもともとてめえらが作った船だろうに。私艦船部じゃないもの。船のことなんて知りません。異常体制だろう。何だって民間人の貴様がうろついてやがるんだ。そんなこと言われても私だってコスモスのことが心配で。なんだそのコスモスってのは。んなもののことは後にしろ後に。とっとと退避号に入っておとなしくしてやがれ。入れるものなら早く入りたいですよ。じゃあなぜ行かない。だからコスモス。いい加減にしやがれ。おい来るぞ戻れ。おい注意。なんだでけえ声出しやがって。聞こえて。なんだこいつは。何をやっている。敵も全部沈められんのか。無理です。
高近くては艦砲が撃てません。リアクタールームに敵部隊侵入。護身緊急閉鎖。バイパスを補給に回せ。エイグス、損耗率 70% を超えました。17海兵師団レーカー14艦ウォークリンで現在クローシスと交戦中。中域座標 KX417Y009Z735 至急増援を請う。繰り返す。艦長、やはり間違いない。奴らあの物体を。メインジェネレーターとこのブロックのサブリアクターと直結させました。3分間ですが、指示通りの出力を出せます。ロジカルドライブへのバイパス確保しました。こちらの端末で制御できます。それでいい、上出来だ。無茶ですぞ中佐。このブロックごとパーチし、ゲートジャンプを敢行するなど自殺行為。防護フィールドなしでハイパースペースに入れば生身の人間がどうなるか中佐もご存知のはずです。指令のもとに届けばいい。あと数分で次のコラムの影響下に入る。時間がない。貴様らはポットで脱出しろ。中佐、外にはグノーシスの大軍がおるのですよ。脱出しても生存できる確率は皆無です。我々も中佐と共に。聞け、グノーシスなど取るに足りない存在に過ぎる。あれが目覚めることに比べればはるかにマシだ。いいか、ライフポッドを射出したら即座にジグベーターを 8mg 皮下注射しろ。一時的に仮死状態となるが、それで奴らの注意はそらせる。数時間すれば指令の増援も来る。貴様らは生きろ。それで私の証も立てられる。中佐、中佐、急げよ。レスター、
には何か方法は。おい、慌てなさんなって、すぐ返してやるよ。よう、やつらベースは508型だったよな、確か。だから何なんです？かれこれ14年前になるが、ミルチアから帰還した頃の話だ。俺はある目的のために戦場でやつらを何体もバラしたことがあってな。いやー、難儀したぜ。なんせハードとソフトの双方からプロテクトがかかってたからな。プロテクトって注意、やっぱり彼らの中枢組織よ。ご明察、うまかったぜ。ひどい。そん時に制御コードのことを知ったんだけどよ、やつら便利な機能がついてるよな。そう、レアリエンにグノーシスを引き止めておいてもらうのさ。こうやってな。やめて！彼らを何だと思ってるんですか？これは明らかに人権侵害ってか。そりゃ平時のことだろうが。ミルチア憲章なら俺も知ってるぜ。ミルチア憲章第4条13項、戦闘用レアリエンは有事または暴走時の危機回避手段として、遠隔端末によるその行動の抑制と自爆システムの設置を義務付けるものとする。またこの履行は現場指揮者の判断によって行えるものとする。だったか。つまり今がその時、コンダクターは俺だ。楽団員は有効活用させていただく。やめて！あなたには彼らの生態活動を停止させる権利なんてないわ。まして自爆させるなんて絶対に許せない。だからどうした？なら聞くが、あんたこそなぜこの機能を削除していない？ファクトリーロードされてたって、あんたなら外せるはずだぜ。情け深いあんたがちょちょいっといじってやりゃ、やつらは晴れ自由の身だ。なのにやらない、なぜだ？それは社の規約が。そう、規約だ。詰まるところそれに縛られているお前さんもこの俺と同じ。奴らにその存在意義を与えてやる立場にいるってことだ。違うか？私は造物と非造物の関係ってのはそういうもんだ。違うか？なら与えてやろうじゃねえか。奴らに生きた証ってもんをさ。
試してみます。なんて声をかけたらいいか。おはよう、ね、上司だよ。ユウム、そのためには何に来た。じゃあ、お元気で。大丈夫。悲しいとか感じる？なぜこんなところに女の子が。どこかで会ったっけ。危ないよ。早く逃げないと。ダメだ、声出ないや。まあいいか。どうせ私死ぬんだし。うちの練習艇で先にコスモスが脱出させてくれたんです。主任も早く。コスモスが？格納庫に向かいます。え、グノーシスの狙いは 99.998% の確率で格納庫内に保管されている物体です。私に課せられている任務はその物体の確認保全とあなたたちベクター関係者の保護です。でも私、格納庫の第2層にライフポッドがあります。それで脱出してください。コスモス、主任！
題ありません。Thank you.
セーフティー解除。全ターゲットを破壊します。Thank you.
問題ありません。
ないでね。行くわよ。ヒルベルトエフェクト発動。グノーシス固着します。行くわよ。
Thank you.
Thank you.